ビジネスマン・ビジネスウーマンコンテストで、マルチメディア賞を受賞しました岡本千晶です。そうですね、まあ、あの日にちが経てば経つほどものすごいありがたい賞をいただけたんだなっていうことをすごく実感する日々でした。マルチメディア賞は本当に最初取れると思っていなくって、一番最初投票が始まった頃は本当下の下の方にいたので、あ、これはちょっと難しいかなって思ってたのに、まあ、まさかマルチメディア賞という賞をいただけると思ってなかったので、すごいそれがもう日々実感していきました。あと家族はもちろんすごくお祝いしてくれて、あと友達からメールが来たりしたのもすごい嬉しかったです。票が増えていくのはもちろんすごい見てましたし嬉しかったんですけど、なんか そんなにとらわれずに、とりあえず私の目標は本選大会だったので、本選大会に向けてもう日々努力をしていった方へのその天秤、自分の中のなんて言うんでしょうね、自分の中では目標がその時あったので、なんかあまりとらわれてビクビクしたりっていうことはなかったですね。まあ、でも毎日その嬉しさはありました。一票一票本当にもうどんどん増えていったので、最後に1万人とかなんかもう桁がみたいな、なのですごい嬉しさはありました。家族の反応というか、自分自身なんか舞台上に上がってった時のことを覚えてなくはないんですけど、あ、こういう風になっていたんだっていうのを改めて客観視して、まあ、反省点もあり、あ、でもなんか思ったよりちゃんと笑えてたのかなっていう風には思いました。はい、もう私の大学の友達周りもみんな春から社会人ということで、まあ、結構ドキドキ、新生活が始まることにだってすごいドキドキが、私ももちろんすごい大きいですし、その学生の肩書きが外れてしまうっていう不安もありますし、でもやっぱり、まあ、4月から新しいスタート、生活のスタートということで、まあ、一緒に頑張りましょうという気持ちがすごく大きいです。今自分自身の目標としては、その学生でなくなってしまう分すごい時間もたくさんできるので、その時間をもう本当に1日もう1分1秒どう使っていくかっていうことを日々最近考えてるんですけど、まあ、時間を無駄にしないように全部自分の力になるように生活をしていきたいなっていうのが今自分の一番の目標です。何だろう、最近ボールペン字をやってるんですけど、やっぱりちょっともう学生でもなくなるので大人の字が書けないとちょっと恥ずかしいかなと思ってボールペン字をやってますし、あと資格とかも興味ありますし、そうですね、あともうバレエを私高校の時にやめてしまっていて、やっぱり思うように最近踊れないので、もう一回ちゃんとレッスンして踊れるようになりたいなっていうのはあります。